アエニュプトスは古代のエジプトがローマ帝国の属州だった時代の地名でエジプトの語源でもある。シナイ半島は含まない点を除けば属州の領域は現在のエジプトとほとんど同じ。西側はキュレナイカ俗州と隣り合い、東側はアラビア属州と隣り合っていた。元はプトレマイオス長が支配していたが、紀元前30年にクレオパトラ7世と、 マルクス・アントニウスをオクタヴィアヌスが破ったことにより、ローマの支配下に入った。また、ローマ皇帝の資料として皇帝個人の収入源となった。この地域は、ローマ帝国にとって重要な穀物の供給地となった。7世紀にイスラム帝国の支配下に入った。初代ローマ皇帝アウグストゥスは、アエギュプトゥスをローマ皇帝の資料とした。 最後の王朝であるプトレマイオス朝も含め古代エジプトの歴代のオーファーラは神として扱われ人間による統治は受け入れられなかったそのため他の俗州のように人である一総督が支配することを許さない状況であったアウグストゥスのヨーフタるガイウス・ユリウス・カエサルは死後にローマ元老院の決定により神格化がなされておりいわばアウグストゥスは神の子であり この地を統治する資格を有していたとされる。ただし、ローマ帝国屈指の国葬地帯を資料とすることで、ローマ皇帝に多大な収益をもたらしたのは事実である。アエニュプトスには、初代総督としてガイウス・コルネリウス・ガルスが赴任した。彼は軍を率いて、エジプト南部を支配下に置き、プトレマイオス朝が放棄した南部国境地帯をローマの保護国とした。 その次の総督はガイウス・アイリウス・ガルスで、彼は結果的には失敗したが、アラビア半島のアラビア・フェリクスまで遠征した。三人目の総督はガイウス・ペトロニウスで、彼は農耕を盛んにする考えのために、荒れて使われなくなっていた運河を復興した。エジプトの公海沿岸の領域まで、ローマ支配下に入るのは皇帝、クラウディウスの時代である。皇帝、 ネロの時代に始まったユダヤ戦争では70年にエルサレム行為戦でエルサレムが破壊されアレクサンドリアは世界中のユダヤ教とユダヤ文化にとって中心地となっていたその後一世紀にわたりアエギュプトゥスはよく繁栄したただしギリシア人とユダヤ人との間でしばしば宗教を理由とする争いが起こり特にアレクサンドリアで激しい暴動があった 皇帝、トラヤノスの時代には、115年にキトス戦争と呼ばれるユダヤ人の反乱が起こった。この結果、ユダヤ人の中心地であるアレクサンドリアは制圧され、彼らに与えられていた様々な恩典は失われることになった。皇帝ハドリアヌスは、アエニュプトスを2回訪れ、長愛していたが歴史してしまったアンティノウスにちなんだ、新都市アンティノーポリスを建設した。 ハドリアヌス帝の時代以降、グレコローマン様式の建物が国中に建設されるようになった。ローマ皇帝、マルクス・アウレリウスは増税したことにより、現地エジプト人の反乱を招いた。172年にイシドルス率いるブッコリック戦争と呼ばれる反乱が起こり、数年で制圧されたものの、地域経済に大きな打撃となり、これを契機としてアエニュプトゥスの経済が衰退を始めた。 さらに、ローマ軍を率いて、反乱を制圧したガイウス・アウィディウス・カッシウスは、この後に自ら、ローマ皇帝を戦勝した。アエニュプトゥスとシュリア族州の兵たちは一旦は、カッシウスの定位を承認したが、マルクス・アウレリウス帝の軍隊が近くまで迫ると、カッシウスの位を奪い彼を殺した。マルクス・アウレリウスは残った兵たちを処罰しなかったので、この後は、平穏が戻った。 これに似た反乱は193年にも勃発した。この年に皇帝になったペルティナクス帝がすぐに暗殺されると、シュリア族州のペスケンニウス・ニゲルが皇帝に名乗りを上げ、アエニュプトゥスの軍もそれを支持した。しかし、ニゲルの行為散脱は失敗して、セプティミウス・セウエルスが皇帝となった。ローマ皇帝からからは、他の族衆と同様、 自由民であるすべてのエジプト人に、ローマ市民権を認めた。ただし、これは税収を増やすことが目的で、帝国の財政は歳入を増やしても破綻に向かっていた。3世紀の間には、相次いで、軍事的、政治的な反乱が起こった。総督ルキウス・ムッシュウス・アエミリアヌスは、260年には、ガッディエヌス・ミカドに反旗をを翻した、マクリアヌス親子を支援し、 ティトゥス・フルーイウス・ユニウス・クイエトゥスが殺害された翌261年には、自らが皇帝に名乗りを上げたが、部下の裏切りにより殺害された。272年には、パルミラ帝国のゼノビアが一時的にはアエニュプトゥスも征服してローマに迫ったが、ローマ皇帝、ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスの遠征軍に敗れた。アエニュプトゥスの軍人の決起で成功したものもあり、プロブスは、 ローマ皇帝となった。ドミティウス・ドミティアヌスもローマ皇帝を名乗ったが、ディオクレティアヌス帝にアレクサンドリアを奪われて敗れた。ディオクレティアヌス帝は、俗州全体を再編した。エジプト俗州を称えるハドリアヌス皇家エニプトゥスの歴史に大きく影響した出来事の一つが、キリスト教が広まったことである。エジプトのキリスト教との間では、アレクサンドリア教会は、 福音記者マルコが33年頃に創設したと信じられている。しかし実際にはアエギュプトゥスにキリスト教がいかにして伝わったのかはほとんどわかっていない。聖書学者ヘルムート・コエスターはいくらかの資料を手がかりにアエギュプトゥスに伝わったキリスト教は当初はグノーシス主義に強い影響を受けていたがアレクサンドリアのデメトリウスによって一般的なキリスト教信仰に変わった。 と説明している。キリスト教が伝わった初めの一世紀について記録が少ないことは当初のグノーシス主義が異端とみなされていることが原因と考えると説明できるが、一方ではこのような記録の空白はローマ史に多いことなので特別ではないという意見もある。アエニュプトゥスでは過去に宗教をめぐる争いが起きていたので、ローマ人支配者たちは 新たな宗教争いを巻き起こしかねないキリスト教を当初は厳しく迫害した。それでも間もなく、キリスト教は特にアレクサンドリアのユダヤ人の間に信者を増やしていった。キリスト教はまずユダヤ人に伝わり、ユダヤ人からギリシア人に、そして現地エジプト人にも広まった。エジプト人、特に仮想階級の人々はギリシアとローマの厳しい支配によって、 自然崇拝の古来宗教への信頼をなくしていたと思われ、すべての人は神の前では平等で救済されるというキリスト教の教えに魅力を感じた。この結果、200年頃までにアレクサンドリアはキリスト教の中心地の一つに発展した。キリスト教の著名な神学者であるアレクサンドリアのクレメンスとオリゲネスは共にこの町で生まれ、この町で生涯の多くを過ごし、 著作を記し、教えを広め、議論した。400年頃のアエギュプトゥスローマ皇帝、デキウス治世の250年、キリスト教は再び迫害を受けたが、それでも信者は増えていった。また、ディオクレティアヌス帝は303年に禁令を発し、キリスト教は再び迫害の時期を迎えたが、これが本格的な迫害の最後となった。ローマ皇帝コンスタンティヌス一世が百十二年に、 発したミラの直例により、キリスト教の迫害は終わりを告げた。4世紀を通じて、キリスト教は地位を高め、修道士パル・ダディウスが著述したように、その他の宗教の信者は減っていった。そして390年には、国教となったキリスト教以外の異教を禁じる直例が発令された。ただし、エジプト南部のフィラエ神殿に残る落書きなどを見ると、異教崇拝は隠れて残り、 5世紀になっても女神イシスが祀られていることがわかる。アエニュプトスに住むユダヤ人の多くはキリスト教徒になったが国境を拒み回収しなかったユダヤ人もまたかなり多く残っていた。キリスト教会が公認され自由に活動できるようになると今度はシスマに悩まされることになった。シスマは長期にわたりこれを原因とした内乱まで起きた。アレクサンドリアの死災。 アリウスの新しい教説に従ってアリウス派と呼ばれる一派が広がり、これがアタナシオスを代表とする通説派と反目しあった。これは世界的に見ても初めての大分裂であり、第12回アコ会議が開かれてアリウス派の思想は異端とみなされることに決定し、会議の翌年にアタナシオスがアレクサンドリアの司教に任命された。 アリウス派の葬儀によって、4世紀の間は、暴動が繰り返され、異教徒が拠点としていた、セラピスの大神殿も破壊されたりした。司教アタナシオスも、アレクサンドリアからの追放と復職後から7回も、繰り返した。アエニュプトゥスには、いわゆる正統派のキリスト教は根付きがたく、アリウス派が広まっただけでなく、クノーシス主義やマニ教などの異端の信仰も、あるものは、 現地で発生し、またあるものは外部から導入されて信者を集めた。またアエギュプトゥスでは砂漠の父と呼ばれるキリスト教にすべてを捧げるために修道院で貧困生活を送るような宗教活動の方法が生まれ育った。アエギュプトゥスであまりに多くのキリスト教徒が修道院生活を始めたのでローマ皇帝ワレンスは修道像の人数に制限を加えなければならなかった。 修道院生活というキリスト教活動はアエギュプトスから世界中に伝わっていった。さらに同じ時期には古代エジプト語の一種であるコプト語が発達した。コプト語はギリシア文字にエジプト語独特の発音を表す、いくつかの記号を補った文字で書かれる言葉でギリシア魔術書と呼ばれる異教の魔術書にある呪文を正しく発音するために発明された。このコプト語が はじめの頃とのキリスト宣教者が、現地エジプト人に、福音の言葉を伝えるために利用され、やがてアイニュプトスのキリスト教の礼拝式の言葉となり、現在でも使われている。西ローマ帝国滅亡時の東ローマ帝国、コンスタンティヌス一世の地世に、ローマ帝国の新しい首都として、コンスタンティノポリスが建設された。そして4世紀のうちに、帝国は、東西二つに分裂し、 アエニュプトゥスはコンスタンティノポリスを首都とする東ローマ帝国に含まれることになった。東ローマ帝国は7世紀に入ると公用語がラテン語からキリシア語に変わった。また392年にローマ皇帝テオドシウス一世がキリスト教を国教に定めた影響により、キリスト教以外の異教は完全に駆逐された。古代エジプトの司祭は消え、 ヒエログリフを読める者はいなくなり、異教の寺院は教会に改築されたり放置されて、砂漠化したりした。古代ローマ後期以降、旧来のグレコローマンの風土が薄れるにつれ、ローマ帝国の政治体制は、東方のサーサーアン、アソなどの影響が見られるようになっていった。市民が権利を持つギリシア流の政治制度は形外化し、新しい名前がついた感触の多くは、 地主階級の一族の世襲となった。アレクサンドリアは帝国の第二の大都市として繁栄し、一方では宗教上の論争や暴動の面でも中心であった。ユダヤ人が多くのキリスト教徒を殺害する事件が起きて、それに反発したアレクサンドリア教会のキュリロスは、ボートと共に町の長官に掛け合い、アレクサンドリアからユダヤ人を追放させた。 哲学者ヒューパティアは、キリスト教徒に異教徒として殺されたが、これによって古代ギリシアから受け継がれる学問は、アエギュプトゥスでは途絶えた。他にも、教会分裂を原因とする内紛は延々と続き、そのために、帝国の中でもアエギュプトゥスは、異質な存在となった。また宗教的に、イエス・キリストが人生と神聖の二つを持つか、一つしか持たないかを論点にして、 新しい論争が巻き起こった。当時のキリスト教では、これは帝国を二分するような大問題に発展した。381年の第一コンスタンティノポリス公会議の後、アエギュプトゥスでは、単性説の主張が盛んになったが、451年のカルケドン公会議で、両性説が採用されるに至った。単性論者は、この決定に納得できず、自分たちは、 政教派と同じ立場を取っているのに誤解されていて、カルケドン公会議の決定は政治的になされたものだと主張した。この後もアエギュプトゥスとシュリア族州では、単性論者が隠れ潜んで正統派に抵抗し、その構想は570年代に鎮圧されるまで続いた。百五十年頃の統治中海7世紀に東ローマ帝国とサーサーンアサの間で、 争いが起こり、その結果の一つとして、618年、または619年から、アエギュプトゥスは、ペルシアに占領されるようになる。争いのきっかけは、東ローマ皇帝マウリキウスが、内乱で殺されたことで、マウキリウスミカドとアボクを結んでいたペルシア皇帝、ホスロー2世、パルウィーズは、その報復として、進軍を開始した。ホスロー2世は当初は勝ち続け、 614年にエルサレムを征服し、619年にアレクサンドリアを征服した。しかし、皇帝、ヘラクレオスが率いる東ローマ軍が622年に反撃を開始すると戦況は逆転し、628年2月25日にホスロー2世が死去して終戦を迎えた。ホスロー2世の息子か、 ワード2世はエジプトを含むペルシア軍の占領地を9月に東ローマ帝国に返還した。ペルシアが支配している間にアエニュプトゥスでは隠れていた単性論者が再び公然と現れた。しかし再び東ローマ帝国の支配下に入ったため表面化した単性論者たちは迫害され彼らの長は追放された。このようにアエニュプトゥスが宗教的にも 政治的にも東ローマ帝国から有利している時に、新たにイスラム帝国が侵攻してきた。預言者、ムハンマドの政治的後継者である、第二大政党カリフのウマルは、新宗教のイスラム教を西側に広めるために、将軍アムルイブンアルイコールアースと4000名のアラブ人からなる軍を派兵した。イスラム軍は639年に、パレスチナからアイギュプトスに侵入し、 すぐにナイル川の三角地帯まで達した。ローマ川の皇帝中流軍は町の城壁内に撤退し、そのまま1年間持ちこたえたが、増援を受けたイスラム軍が641年4月にアレクサンドリアを落とした。アエニュプトゥスの人々は東ローマ帝国の境界から迫害を受けていたため、多くの住民が新しい支配者に変わることを歓迎した。東ローマ帝国は、 アエギュプトゥスを奪還するために艦隊を組織し、645年にはアレクサンドリアを取り戻したが、646年には再びイスラム軍に奪われた。これによってアエギュプトゥスはイスラム支配下に入り、ギリシアローマによる975年間にわたったエジプト支配は終わりを告げた。ありがとうございます。